カードゲームでも卑劣すぎる扉間に対する読者の反応を見ていくぜ。純卑劣。害悪デッキすぎない？禁止禁止、禁止禁止。大会だとまた卑劣かよってなるカード群。1対1交換すらせずノーコスト破壊とかライフダメージとかやらかしそうな天球。多分場に出した途端に妨害を通せないソリティアが始まるやつ。相手の墓地触るやつ。何枚かのカードだけ他のデッキに突っ込んでも、普通に動かせそう。飛来神の術であっという間に城が埋まってソリティアが始まる、卑劣港。むしろ普通に制限カードになる柱間まだらのカードとかと違って、ギリ禁止にならないくらいの位置にありそう。卑劣さがより極まるな。コンボデッキの抑止力になるから政府的な立ち位置。影分身のチャクラ分割も卑劣様みたいに大技より、効率的な殺意の人が使うと対してデメリットにならんな。卑劣メタ卑劣。卑劣カード群は汎用性が高いので様々なテーマに出張させられる卑劣さ。やられると発動する最後っぺ技があるのなんかカードゲームっぽい。使ったら友達なくすタイプ。卑劣が禁止になると俺の4代目7代目デッキが回らなくなるんだが。圧倒的な汎用性を誇るカードになりそう。このカードのプレイに対して相手はカードを発動できないやつ。毎ターン相手の場の忍者をリリースして、自分の場に墓地の忍者一体を特殊召喚して射出し、攻撃力分のライフダメージを与えそう。これは火の石。相手の墓地のモンスターでカタパルトタートルする男。柱間は極悪なパラメーターの高さに効果対象にならないし、場から離れないみたいなガチガチ体勢になってそう。柱間は普通に激レアカードとかで収録されてるけど、扉間の方はなんならスターターデッキとかに入ってて、やたら入手しやすい卑劣さがありそう。万一倒されても戦闘した相手を問答無用で道連れにする効果もおまけでついてそう。天球、特にダメージ以外の特殊効果はない。チャクラ切れでも打てるので常にケアする必要がある。1ターンに1回ノーコストで対象に1ダメージ。天球をひたすら使い回して殺しきるのが天球ワンキルである。スサノオレベルのケアをし続けないと普通に死ぬのいいよね。飛来神がヤバいだけじゃなくて設定的に色々出てきそうなのでダメ。禁止が妥当すぎる。札を何万枚も用意するやつの方が優しかったんだな。こいつのカード全部禁止か制限だな。でも初代とかマダラの方が強くない？初代とかマダラは召喚コストがめっちゃ重い紙のカードって感じ。卑劣様はコスト低いかコスト軽減持ってる。卑劣様の SSR 率おかしくない？単体で完結しててカードパワー高いからどのデッキにもとりあえず刺すみたいな感じよね。卑劣がどんなデッキともシナジーやるのやめろ。全部任意のタイミングで割り込んで発動できそう。卑劣斬りが攻めにも守りにも使えて、とりあえず入れとけカードなのはわかる。採用率 100% になるカードは禁止されるんだよ。こいつがないと相手が止められずに死ぬみたいな防御札なら案外そうでもない。だからそらキュート飛来神斬りは許してくれるだろうか許してくれるね。グッド卑劣。ただでさえ厄介なのにマーキング重ねるとさらにイカれた性能になっていきそうな卑劣斬り。ダラセン最終決戦モードも高い位置に食い込んでそうなんだがな。準備コスト高すぎるけど発動さえすればほとんど特殊勝利みたいなもんだからな。卑劣様のカードが絶対に汎用性高くてコスト軽くて小回り利くって共通認識なのが耐えられない。青入ってないデッキは神束。勝ちたければ卑劣を詰め。せめて天球くらいは制限ほどいてほしい。卑劣は基本技だからどんなデッキでも採用可能。卑劣マダラは？シナジーがなさすぎて無理と結論付けられた。卑劣デッキよりも暁コントロールのが嫌いだな。出てきたやつどいつもこいつもなかなか倒せないし、嫌がらせみたいな攻撃多いし、対戦してて面倒くさい。このゲーム遊んでたらやはり内派か、いや、内派マダラか。とかカード出すたびに言えそうだな。カカシオブザシャリンガンは交流会で決めたらどよめき起こるよ。まあ大体そこまで到達せずにカムイでちまちま削るデッキになるんだが。イザナギの遅延マジでうざいんだがどうにかならない？卑劣なカード群め。じゃあ俺は外八門で地雷やるから。どこだよこんな壊れたカードばっか出してるの。うるせえ俺は無限つく読みで特殊勝利狙うんだよ。邪魔すんじゃねえ。デッキに美獣全種類入れるのは重すぎる。伝説の3人は出張率高そう。このカードゲームずっと起爆札と毒強いな。多分先行でワンキルできるやつ。下の行のフレーバーテキストらしきところになんて書いてんだろう。SSR で済むのかよ。サイドデッキに入れとくと便利なのが6代目様だ。両目カムイバージョンが根崩れしてくれない。初代と2代目はルールで禁止。
三代目は一部を除いて歴代火影の術大体使えるから、火影デッキなら必ず入るよ。エド天は極悪効果の割に起動コスト激安なのはわかる。多分外れは枠の断層。飛来陣でデッキから出てくる速攻。ラーメン屋のカードとかもあるんだろうか。多分千住兄弟は二人とも禁止カードになってる。絶対相手にしたくないコンボ仕掛けてくるのはわかる。バランスわかってない初期のぶっ壊れカードがインフレ進んでもまだ禁止解除されないのがさすが卑劣様って感じ。友達なくすデッキ。自分を犠牲に弟子たちを逃す二代目様がそんなに卑劣なカードなわけないだろ。卑劣様カードの五条起爆札を再現しようとして、全然うまくいかない下忍敗走。では私は断層デッキで攻めます。卑劣ループとか友達なくしそう。扉間の展開力と柱間の制圧力で場を支配してまだらでゲームエンドに持ち込む、この葉。これは禁止だな。天球が他の名だたるチート吸忍術と一緒くたにされてるの笑える。本来なら、苦し紛れに放った含み張り、以上でも以下でもないだろうにね。卑劣カードはヤバい害悪コンボに繋がるから禁止になるタイプ。柱間カードはなんかそれ単体のカードパワーが狂ってるから禁止になるタイプ。ラスボスのババアがいるのにあまり話題にされない。千人マダラと千人オビトをリリースして、ようやく手札から出せるかぐやは重すぎる上に、サーチも白絶しかないからとてもじゃないけど安定しない。初代は召喚できればまず勝ち、卑劣様は汎用的で使いやすい。禁術は他里にも多数あるけど、江戸天聖はなかなか、ね。イザナギ無限ループで破壊とか強そう。ヒーラー兼アタッカーの綱でも強いんだろうけど、他の影と比較するとデッキに入れるほどじゃないんだよなぁ。よその里のカードでも散々テキストで触れられてるやつ。七代目デッキって一度七代目を場に出すと、延々影分身する上に九尾を無条件で特殊召喚できる、なかなかクソゲーじゃない？しかも千人モードやクラマモード、コスト重いけど陸道千人モードと特殊形態もあるし。カムイ持ちのカカシ以外の攻撃が全て当たらないオビトのカードも相当狂ってる。卑劣環境やばいな。オロチマルにサインもらいに行った下忍いるらしいな。江戸天デッキは暁不死デッキである程度封じられるよ。お互いに決め技なくて泥仕合になるけど。柱間出せれば勝てるんだから、卑劣で柱間出すまでサポートする卑劣柱間がトップだってわかるんだよね。オロチマル江戸天が大型忍者を蘇生させて一発逆転を狙うタイプなのに対し、卑劣江戸天は延々と墓地生物蘇生、爆破攻撃を繰り返し、アドサをつけていくデッキ。これは禁止カードになるし友達もなくすわ。術や扉間本人ばかり話題になるけど卑劣は装備カードも厄介。飛来心入り規制しろ。コスト軽すぎんだよ。単体だと火力はそこまで高くないのに便利すぎてどこでも活躍できるのが卑劣。無駄にコストが低く、その割に能力がえぐくて盤面を荒らすことに特化してそう。環境荒らして全部禁止カードになりそう。